石川直樹です。写真家です。辺境から都市まであらゆる場所をこう旅をしながら写真を撮っています。まれびとっていうのは正式な名前でいうと、その来訪神って言って海の彼方からやってくる異形の神様のことで、それが日本の全国各地にあって、まあ20箇所から30箇所ぐらいあるんですけど、それらを15年ぐらいかけて全部回って写真を撮っていったんですよね。でこの写真がこのまれびとのシリーズを撮り始めた一番最初のきっかけの写真で、鹿児島県のトカラ列島にある悪石島っていう島、もうこれ15年ぐらい前に撮った写真なんですけど、この行事っていうのは島の連なりとしての日本のそこに住んでる人たちのコミュニティの外からやってくる人たちとの付き合い方とか、そういう身振りが全てこう凝縮されてるんだなって思って、この異形の仮面にも惹かれたし、行事の在り方にもすごく強く惹かれて、このシリーズを、まれびとっていうものを十数年にわたって、追っかけようと決めた最初の行事ですね。今渋谷にいるネズミを撮ろうとしてるんですけど、コロナ禍の2年間ずっと渋谷で撮影してて、ネズミをちょっと軸に渋谷の変化っていうか東京の街を撮っていこうかなと思って、でやっぱり暗くてすばしっこいんでフォーカスを合わせてられないんですよ。だから映るんですの方が一番いいんですよね。ストロボも早いし、あ、失敗した、やばい、今リアルゴールドを飲むネズミを取れそうだったのに。ネズミあれ飲むっすよ、ストロングゼロとか、あとタピオカとか。いい写真というのはその誰かのために撮ったっていうよりは、もう自分の反応で撮っていく。だから誰かが美しいと思うだろうなとか、これが何かのためになるだろうなとかじゃなくて、あくまでその自分がいいと思ったり、身体が反応したものを撮るっていうのが、でそのそこから生み出された写真が、僕の中ではいい写真だと思ってますけどね。やっぱ生きてる限りいろんなものにこう反応するし、生きてる限りずっと撮れるんじゃないかなと思ってて、世の中に関心がなくなったら撮れなくなっちゃうかもしれないですけど、やっぱり世界のことをもっと知りたい、身の回りの場所のことをもっとこう知りたいっていう気持ちが強いんで、今のところずっとシャッターを切れてますけどね。